五大湖におけるスペリオル湖の1スペリオル湖は北、アメリカにある湖。スペリオル湖は五大湖のうち最大の面積を持つ。また、淡水湖としては世界最大の面積を持つ湖である。しかし、貯水量では淡水湖としてはバイカル湖、タンガニイカ湖に次いで世界3位となる。特に世界一のバイカル湖にははるかに及ばず。 五大湖すべての貯水量を合計してもなお足りない。これは上位二つの湖が構造湖であり非常に深い水深を持っていることに理由がある。スペリオル湖の名前は五大湖のうち最も標高の高い位置にあることに由来してフランス人の探検家たちによって名付けられた。英名のスペリオルには工事のという意味がある。スペリオル湖の面積は 約82,200平方キロメートルあり、チェコ共和国の国土よりも大きく、北海道本島の面積より大きい。東西の長さは563キロメートルで、南北の長さは257キロメートル。平均水深は149メートルで、最も深い場所の水深は406メートルである。水量は12,232キロ立方メートル。当初を含めた、 湖岸線の長さは4 3 9 3トルに上る。スペリオル湖の北はカナダのオンタリオ州に接し、残りの部分はアメリカ合衆国のミネソタ州、ウィスコンシン州、ミシガン州に接している。湖全体のうち3分の2がアメリカ合衆国の領地である。スペリオル湖の周辺、特にミネソタ州北東部のアイアンレンジと呼ばれる地域では、 先カンブリア時代に水酸化鉄や炭酸鉄などの鉄化合物を豊富に含む地層が形成された。この地域では鉄の鉱脈が地表に現れていることも珍しくなく、メサビ鉄山などこの地域の4つの鉄山帯では行動掘りのほか露天掘りも行われている。湖はこれらの鉄山帯から産出された鉄鉱石を運ぶのための重要な水上交通路である。 そのため、湖岸には、アイアンレンジ地域の中心都市で、五大湖、セントローレンスカイロで、最大規模の港湾を抱えるダルースをはじめ、いくつかの港湾都市や工業都市が点在している。それらの工業都市の多くは1970年代に、鉄鉱石の産出量の減少によって錆びれて、しまったが、近年では中華人民共和国での鉄鉱需要の増加により、息を吹き返している都市もある。 また、ミシガン州マーケットなどのように、一年を通して、冷涼な気候を生かし、夏の秘書地として再び賑わいを取り戻した年もある。掲載されている写真に写っているのは、リフトブリッジで大型の船やヨットが接近するたびに、橋の部分を持ち上げて船を通過させる。ありがとうございます。